あなたとの未来が私の一番かなんて知らないけれど、どんな未来もあなたと行きたい。結婚するとかしないとか、それよりもただ愛してる。ゼクシーリクルート。お願いします。テンション上がっちゃって、もうなんか舞い上がって何も浮かばなくなっちゃってすいません、ちょっとこの表情で感じてくださいって言っちゃって、わかるかって言われました。お願いします。キスなんだけど、はい、キスは手段で、どっちかというと2人のエモーションが出てくるコマーションになるといいなと思ってるんですよ。いや、すごいコントですね。マジっすか。キスばっかしてますもんね。キスばっかしてる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかけください。すいません、2回目ですよね。お二人とも来ていただいてありがとうございます。なんかちょっとこう2人で普通に喋っている感じをまあ続けていただきたいなっていうふうに思っておりまして、はい、一応のカンペあって、この後まあちょっといくつかセリフ用意しているので、じゃあ大丈夫ですかね。はい、じゃあスタート。ねえ、私のどこが好き？うん、何でも美味しそうに食べるとこかな。え、何それ。いや、今日は、うん、ちょっと話したいことがあって。うん、まあ私もちょうど話したいことあって。君がゼクシーガールです。あなたが新郎役です。はい、ね、次のゼクシーの CM にお二人ご出演していただきたいなと思っております。めくられたと思って、ちょっとわっと思って、そんな大事なことを僕の口から彼女に言うんだと思ってどうしようってちょっと思いましたね。頭真っ白になりました。なんかこれはセリフなのか、セリフなんですけど、なんか言葉にするのが怖くてドキドキしちゃいました。ゼクシー11代目 CM ガールに選んでいただきました井桁弘恵です。新郎役の細田佳彦です。せーの、一生懸命頑張ります。おはようございます。お願いします。あ、はい、お願いします。お願いします。お願いします。左、右、右、前。なんかもうドレスが可愛いので着ただけでテンションが上がるというか、なんか全然疲れも何も感じさせず撮影できてます。もうこれのおかげです。はい、本番。はい、
右、左、右、前、はい、カットです。確認中です。はい、はい、ピースはい、ピースで、正面、はい、プロポーズされたらセクシー、はい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 、カットです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。せーの、大丈夫です。あ、なんでそんな早かったんですか。いや、わかんない。どうやって回ったの。川口がこうやって回ったから。めっちゃ爆速で早かった。せーの、はい、カットです。はい、カット。コメントを取らせていただきます、ね、風もなくて天気も良かったらいいなっていうのが本当心配ですね。僕はまだいいんですけど、やっぱ彼女がウェディングドレスなんで寒いじゃないかなと思って。優しいですね。まあ、すいません。あの、2人の距離は縮まりました。そうですね、1回あのご飯行って、ちょっと、まあ、大沢さん、はい、誕生日おめでとうございます。イエーイ。そのためのこれだったんですか。すいません、ありがとうございます。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 すいません。わー、たまんないっすね。おめでとうございます。ありがとう。よいしょ。うわ、おいしそう。うん、どうですか。30歳の大人の味がします。これが30歳ですね。わー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 、バランス悪いんじゃない。大丈夫。やっぱバラをいただいちゃってください。あ、いいサイズ。ゼクシー最高。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、すみません、改めまして、細田義彦さん、井桁弘恵さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なるべく閉めてあげた。ちょっと一回閉めますね。
そうだね。30。お疲れ様です。コアの一発目。そうですね。口長いですね。はい、頑張ります。寒い。意外ととか言っちゃいけないんですけど、海綺麗でしたね。あ、そのチャートで。はい。手とか絡み合いながら。めっちゃ熱い。手が赤くなっちゃって。あったかくして食べる。じゃあちょっと、はいカメラ。はい。撮りましょう。はい、大丈夫です。じゃあ、これの方移動します。いや、本当ですね。僕もすごいドキドキしてますから。なのに彼女、メイクしながら寝てましたよ。気も座ってんな。よろしくお願いします。はい、よーい、スタート。すごい、めっちゃ綺麗です。海がでもちょっと今やっとちゃんと見れました。余裕がなくて見れてなかったんですけど、でも皆さん寒い中頑張ってるので、私も頑張ります。はい、本番頑張ってください。終わりました。はい、いきます。よーい、スタート。頑張ったのですごくいいのが撮れたんじゃないかなと思います。ただ寒かったんです。はしゃぐシーンがあったりとか、体が近いシーンとかがあったので、はしゃぐシーンははしゃいで体を動かして温まったのと、体が近いシーンはもう細田さんの体温をいただきました。
それでなんとか一日できました、うん、まあ、それはファーストキスですね、はい、え覚えてないのもうこの温度差いや僕は楽しかったですよいや私も楽しかったって言ってるじゃないですかいやもちろん寒いけど、まあ、見てくださいこれずっとカイロ握ってるんですよ、まあ、もう本当にねすごく寒かったんですけどでも楽しくやってましたね、はい、でもやっぱ一番最初の車の中のシーンで監督がなんか何も何なんかそこう言っていいのかあれなんですけど、まあ、とりあえず自由にやってみたいな結構序盤から放り投げ出されてほとんどこういうシーンとか初めてだったのでっていう感じでちょっと頭がパニックになりました。それも早朝からだったので早朝から私は何をしたらいいんだと思ってめちゃくちゃ焦ったんですけどでも細田さんがしっかりリードしてくださったので本当かよ確かついていって何とか乗り切ってたのがでも一番最初のシーンがちょっとドキドキしたのと何したらいいのかのテンパりで結構覚えてますね。今日ですか。でも今日さっき数えとけばよかったねっていう話は2人でしてたんですけど1日で、まあ、100は行きました。100は超えてますね。だよね、うん、200行くかどうかぐらいですか。そうですね、一応我々としては1万回目指してるんですけど、うん、まあ、ちょっとペースは悪いですね。ちょっと後半で巻き返そうと思います不自然に見えないようにこうやりやすい角度とかやりやすい手の位置とかそういうのはこう自然と調整しながらできたんじゃないかなって思うんですけど、うん、どうですか。そう思いますねです。でもその いろんなシチュエーションで、まあ、なるべくだったら違う雰囲気で、まあ、キスも含めてやりたいなとは思うんですけどずっと何度もキスさせていただいているので結局元のものに戻るというかそういうことはありましたね。何年前2年前ぐらいにお会いしててその当時から結構今回みたいな仲良くお話しされる。いやいやいや2年前は一言喋ったかなぐらいです。挨拶した程度、はい、変わった？変わってないですか？変わったかな変わったと思ったんですけど。いやまあどんどん近くがなってきてるなと思います。思ってない思ってるよらしいです私は変わったと思いますよ。それどう変わったの。ちょっと近く。そうです僕だってフェアルックの T シャツプレゼントしました本当にいただきました。お土産で普通に T シャツ好きなんで素直に嬉しかったですT シャツもらったことがペアルックっていうのはちょっとまあそうですね、着るのがちょっといつ着ようってちょっと考えますけど何の話だよね何の話だよね本当に普通の女の子からしても憧れだと思うんですけど女優としても憧れの存在だったので素直に嬉しいです。まずこのオーディションを受けることができるってことが嬉しくってまあ、受かりたい気持ちはもちろんあったんですけどなんかその場に行けることがまず嬉しくってだからなんかこう受かりたい気持ち一心で緊張してしまうことがよくあったのでそうじゃなくてこう楽しもうその場に行けることを喜んでとにかく自分ができることをなんか自分らしさが出せるように楽しもうってことを意識して臨みました。
ていう、はい、とにかく審査員の方とフリートークの時間があって、その時はもうただ楽しい場にしたいっていうか、本当にもうオーディションを楽しむっていう気持ちで行ったので、なんか逆にそれがこう良かったのかなって思い返すとそう思いますね。すごく幸せな家庭で育ったんだろうなっていうことは感じますね。なんか本当のびのびされてるし、マイペースだし、肝が据わってると言いますか、例えばさっきの結婚式のシーンとかも、いや僕結構緊張してたんですよ。なんか全然、なんか直前までなんか昼寝してたりとか、なんかすごいなと思って、いやもう度胸抜群だなとはすごく思ってますね。なんかでも自分でもいろんな顔があるなって思うんですけど、妹で末っ子なので、なんかこう伸び伸びと人に甘えてこう自由にやってる時もあれば、こう周り見て意外と喋らなくてこう俯瞰でこう見てる自分もいたりとか、なんか結構いろんな自分がいるなっていうのが思うんですけど、でもやっぱ伸び伸びっていうか、なんかこう親戚の中でも一番下なので、なんかこう伸び伸びとかそういうのを言われると、あ確かにそういう自分もいるなっていうのは思いますね。あと周りからもどちらかというと、そのなんかなんかマイペースっていうか、あの甘えん坊っていうかって言われることは結構多いから、あそうなのかなとも思います。覚えてるんですけど、その後のことは逆にハイになりすぎてて、ちょっと抜けてるところもあります。でもこのカンペがめくられた瞬間はすごくなんかずっと残ってます、記憶に。でこれもなんかセリフの言い方でオーディションになってんのかな、まだいろいろ考えた自分もまだ記憶に残ってて、でもその後はちょっと一瞬消えてますね、記憶。逆に舞い上がりすぎて、いや本当に気づかないというか、本当にびっくりして、本当ちょっともうちょっとリアクション取った方がいいのかなっていうぐらい一瞬止まっちゃって、嬉しかったですね、うん、しかも本当に知ってたんだもんね、ってかだってケーキ運んでくれたもんね。本当に気づかなかった。いや本当に気づかなくて、うん、いやもう気づかないでしょ。なんか気づきやすいみたいなことを前自分でおっしゃってて、あもう今回も誕生日前日だったんですよね、前の日だったんです。次の日、ああそう、誕生日前日 で次の日が撮影、はい、撮影だから絶対なんか今日あるだろうなって思ってきてるだろうなとか思いながら、いや誕生日当日じゃないからあるとも想像しなかったので嬉しかったですね。しかもその日だ、誕生日が僕誰とも人に会わなかったんですよ。だからなんか大勢に祝ってもらっちゃったと思って、本当ゼクシー様様でありがたかったです。まあ本当にゼクシーのこの CM から始まる1年になったので、しっかりとこの好きというテーマをまあ伝えていきたいなって素直に思いますね。キスっていいなっていうことをちょっと再確認自分の中ですごくしてて、好きっていうその感情を一番シンプルに伝えるまあ行為というか魔法のようなアイテムがキスだなとちょっと思っちゃってます今。笑うとこ？私もまだあの女優としてもまだ駆け出しなんですけど、この CM を通して自分自身もこうゼクシーさんの魅力を伝えるとともに、こう自分自身ももっと一歩ステップアップしたいなっていう気持ちがあるのと、それをともにこう伝えていけたらいいなって、この逆にこう
駆け出しの自分だからこそできる伝えられる何かがあると思うので、それを伝えられる CM ガールとして頑張りたいなって思います。でもその CM の内容も結構日常的なシチュエーションとか、こう誰もが 何かしらちょっと経験があるようなないような共感できるようなシチュエーションが多いと思うので、なんか等身大のなんかこうカップルっていう感じよりもこう身近にいるような、なんか等身大のカップルとしてこうなんか馴染み深い2人でいれたらいいなって思ってます。はい、まあ、彼女がとてもそのマイペースで伸び伸びされてて魅力的な方なので、まあ、その良さをその僕を通して画面を通してうまいこと伝えられたらいいなって思うのが第一で、でその画面が、まあ、キスっていうのがテーマになって、キスっていう行為って多分その幸せな瞬間だと思うし、二人だけのこう空間になれる瞬間みたいな感じの行為だと思うので、そういう幸せな瞬間だったり、キスしたいな、誰かにキスしたいなって、その好きっていう気持ちを伝えたいなって見てる方が思ってくださるようなCM になったらいいなって思いますね。あとなんかゼクシーごっこみたいなのが流行ったらいいなと思ってます。僕としてはあの証明写真をカップルで撮るってすごく素敵だなと思ってて、なんかそういうブームがあったらいいななんてちょっと欲張りなことですけど思いますね。はい、あの一言で申し上げますと、あの井桁さんの天真爛漫さが今回の決め手となりました。今回の CM は本当にあのこの2人があの、まあ、大好きだという気持ちがですね、溢れ出てくるようなそんな CM に、なればいいなというふうに思ってましたので、まあ、彼女の全身からですね溢れ出てくる気持ちをですね、まあ、CM の中で表現していただきたいなと思いまして選ばせていただきました。そうですね、彼女自身がですね本当にあの飾り気がないと言いますか、あの何に対してもですね全力で楽しんだり、まあ、喜んだり、まあ、笑顔を見せてくださったりしますので、まあ、そういうものをですねもう存分に発揮いただいてですね、あのご覧いただく方々にもですね幸せな気持ちとか、なんかこの2人がこうすごく愛し合ってるんだなっていうことをですね、まあ、伝えていただけると嬉しいなと思っています。あなたとの未来が一番かなんて知らないけれど、私にはあなたです。結婚するとかしないとか、それよりもただ愛してる。ゼクシーリクルート。